日韓両政府が元徴用工の問題をめぐり、日本企業の賠償金を韓国の財団が肩代わりする方向で調整に入ったことが分かりました。外務省の森武夫事務次官は25日、来日中の韓国のチョ・ヒョンドン第一次官と都内のホテルで会談し、旧朝鮮半島出身の労働者問題などについて協議しました。日韓両政府は韓国にある日本企業の資産を売却する現金化は避けなければならないとの考えで一致しています。そのため双方は日本企業の賠償金の支払いを韓国の財団が肩代わりする方向で調整に入ったことが分かりました。ただ韓国側が求める日本企業の謝罪について外務省幹部は無理だとしていて、韓国側が一連の方策をまとめきれるかは不透明です。